学校法人中京法律学園は、中京法律専門学校を運営する、学校法人。中京法律専門学校級校舎1908年、名古屋市で弁護士をしていた、宮村隆二が、中京地区に、高学生年の法律教育機関のないことを遺憾と、し同志である、弁護士、大住松造と図り、時の名古屋高訴院長、藤田隆三郎、同検事長、 手塚太郎に協賛を求め、法律学校の設立が発起された。そして、同年1月21日に学校設立を出願し、設営に着手することとなった。創立当時に資金が用意されていたわけではなく、すべて宮村氏の資材を持って賄われた。初代校長として藤田構想委員長を迎え、手塚県事長を初代評議委員会議長として、人用を整えた。 藤田初予校長は、イギリス法律学校設立者の一人であり、中央大学との提携に関わっている。1909年12月1日学校設立許可となり、中京法律学校を創立。同月2日より、本校舎にて、理事長をはじめ関係者、深野名古屋地方裁判所長、松田健治生、荒井判事、京都帝国大学法学部教授記事本博士、 神戸博士、勝本博士などの名刺などを招き、開校式を開催。翌12月3日より、親族法の講義が開始し、順次民法、刑法などの一般法律と経済学の授業が行われた。以後、100年以上にわたり、法律に特化した学校として運営されている。愛知県名古屋市東区、徳川町1804番地。ありがとうございます。